行徳は、千葉県市川市の南部、江戸川放水路以南の地域名である。昭和中期までは、市川市南部に加えて、浦安市の元町地区と船橋市沿岸部及び、東京都江戸川区東篠崎を指す本行徳を、中心とした広域地名でもあった。現在では、一般的に、旧東葛飾区町の江戸川放水路以南、旧南行徳町の全域を指して使われる。 江戸時代には、生塩が盛んに行われ、生産された塩は、船で大小地の江戸に運ばれた。現在では、市川市の区域の一部であるが、これは、昭和30年代の合併によるものであり、地理的にも市川市の行政の中心である、八幡地区や、商業の中心である、市川地区とは幅約100から200メートルの江戸川放水路によって隔てられていて、 東京23区方面と船橋市方面を結ぶ東京メトロ東西線が通り、地続きで最近では地域性も似通ってきている浦安市との関係が深い。タウン市や不動産広告などでは浦安、行徳地区という地域区分がよく見受けられる。行徳ではかつて声援を行う農家が多く、行徳園連と呼ばれた。声園は天候の影響を受けやすく、 収入が不安定なため、副業として、小規模な塩田を所有する農家が多かったという。行徳での塩の生産は、戦国時代には行われていたが、徳川家康は、万が一の際に、江戸城が必要とする縁を確保するために、行徳塩田を保護した。以後、江戸幕府は、塩田の保護とともに江戸と行徳を結ぶ街道や、水路の整備を行った。 江戸時代後期には重修使用などの下り塩の江戸流入によって、行徳の塩は脅かされたものの、北、関東などに販路を広げることで活路を見出し、明治以後には生炎の近代化も進められた。だが、塩の栓培化に伴う生産調整や、高潮、水害の影響もあって衰退し、最後まで残った塩田も戦後の危機台風に伴う高潮によって廃止を余儀なくされたのである。 明治時代、総武線を行徳地区に通す計画があったものの、漁民や対岸に船を出す船頭たちによって計画が消え、発展せずに昭和を迎えた。大正8年に江戸川放水路が開作される。これにより行徳町が分断される。昭和34年から海面の埋め立て事業が始まり、昭和40年からの第三次埋め立て事業で、 約16万平米の埋め立てが完成し、ほぼ現在の行徳地域の姿が出来上がった。この埋め立て地に多数の工場や倉庫などが誘致された。昭和44年に、栄岸地下鉄東西線の行徳駅が開業し、鉄道がない地域のため、陸の孤島と言われた行徳地区が変貌をし始める。昭和48年からは、土地区画整理事業による宅地開発が行われ、 東京都心へのアクセスが良い割に安価なベッドタウンとして発展する。人口増に合わせて昭和56年には映画、唯一開発から取り残された江戸川放水路西岸の明天地区は宅地もまばらで、防用としたすすきや足が生い茂る腹が目立っていた。平成12年に土地区拡生事業が完成して大規模マンションやショッピングセンターが立ち並ぶようになり、 これに合わせて、同年、永蘭東西線明天駅が開業した。現在の行徳地区の面積は12.56平方キロメートル、居住人口は15万5千人ほどで、人口密度は千葉県で2番目に高いとされる市川市平均の1.5倍ということもあり、駅前駐輪問題の背景にもなっている。また、行徳地区には約七千二百人の外国人が住んでおり、 国籍は105カ国に及ぶ。漁業も、行徳の伝統産業である。江戸時代にはバカ貝がたくさん取れたことから、バカで人連れがしているという意味で、行徳のまな板という言葉が生まれ、夏目漱石の、我が輩は猫であるにも登場する。高度経済成長期には、水質のお宅や埋め立てによって、漁獲量が激減したが、現在でも三番瀬において主に海苔の養殖と、 アサリ漁が行われている。ただし三番税埋め立て計画や、第二東京湾岸道路建設計画があり、今なお、行徳の漁業は存続の危機に立たされていると言っても、良い。市川市新居浜には、行徳近郊緑地特別保全地区があり、区内町新居浜鴨場と市川谷町の楽園がある。新居浜鴨場にて交代し、なる人親王が、大和田雅子に求婚した。 本業徳の江戸川第一週末処理場予定地には、20年以上に、渡って大量に登記された残土の山がある。市川市当局が1980年に、土砂等による土地の埋設、森土及び堆積の規制条例いわゆる、残土条例を制定し、土砂などを2.5メートル以上に積み上げるなら市の許可が、いるようにしていたが、江戸川区に本店を置く、残土運搬業者が、 市川市の再三にわたる指導を無視し、地権者にも無許可で搬入を続けた。高さは40メートル近くに達し、皮肉を込めて行徳富士と呼ばれている。今日では植物に覆われ、自然の山のような外観になっている。なお、里見公園内に市川市最高標高地点の標中があるが、行徳富士はさらに9メートルほど高く、 事実上市川市の最高地点と目される。周辺住宅への砂人口外の原因にもなっており、市は廃棄業者に残土の撤去と損害賠償を求め、裁判で勝訴したが、業者はこれに応じていない。このため2007年に首都地権者は差し押さえられた残土を買い取ることで問題の解決を進めている。しかし、残土には鉄骨鉄筋や石臼、タイル、 茶碗などのかけらまでもが混じっていて、撤去に関しても課題が残る。行徳富士行徳地区には、寺院が多く、寺町通りという名のついた通りがあるほどである。古くは、行徳千軒寺百軒とも言われた。昔、当時は地続きだった、中山の北家教寺から巡礼が組まれていた。ここから、成田山を目指すわけであるが、面倒になって、ここでお参りを済ませ。 江戸へ戻ってしまう者もいたという。現在では一部の寺は廃寺になったり、霊園になったりしているが、未だに多くが残り、大晦日の夜には、いろいろな方向から、音の異なる女屋の鐘の音が聞こえてくる。しかし、行徳の寺院の中には何回かの打つ葉によって、過去帳が流されてしまって、先祖がわからない寺院がある。徳願寺という寺では、丸山王居が原本行徳の笹屋。 うどんの近くの宿で見たという幽霊の絵が保存されており、檻に触れて公開されている。行徳には寺院が多いことから、昔より札所が組まれている。行徳の名の由来は、16世紀に今でいう東京都、江戸川区東篠崎町あたりに神社を建てた、近海法院という山伏の別称である。江戸時代の行徳領は、浦安、市川、船橋の一部も含んでいた。 現在において、最も講義に、行徳という場合、かつての葛飾軍南部である、東京都江戸川区火災から浦安を経て、行徳地区までの範囲となる。記述の通り、旧来の行徳町と南行徳町が市川市に合併したもので、現在の市川市行徳地区はそれに由来するもので、あるが、地下鉄東西線に、行徳駅のみならず、南行徳駅が開業したことにより、 現在、南行徳という呼び名は、新住民にとって、旧南行徳町ではなく南行徳駅周辺を指すという地名の定義のズレが生じている。これは、行徳も同様である。ありがとうございます。